ヤードも東海のテテと両長ゆめまると虫眼鏡だ。皆さんはかっこいい服を着たいと思ったことありませんか？誰しもが思っているでしょう。誰しもが思う。そうですか、そうですか。しかしそんなことですね。待って、ごめん、矛盾してたわ。着ていいんですよ、かっこいい服を。だって服を着ることであなたはブサイクでもかっこよくなることができるのだから、おしゃれをすることによってイケメンをもう超えることができるはずなんですよ。それを今回検証するためにこちらのイケメンを用意しました。こちらのイケメンにはここの別に褒めることもけなすこともできないようなファッションブランドしまむらでですね、全身コーディネートしてもらって、こちらのちっちゃいブサイクにはですねバーバリーという有名ブランドで全身コーディネートしてもらって、普通に服だけで見たら絶対ごちゃごちゃなんですよ。しかしその元々のステータスの差でレアリティ星6と星4みたいなこの対決をですね、武器の力だけで一体どうなるのかっていうのを今日は対決していきたいと思います。待って、すごい黙ってたけどさ、めっちゃバカにされてる。いや、これ俺もバカにされてるんだよ。これうざいよね。じゃあ今回こちらイケメンを用意しました。どう？キモかった。これ見てるね、ブサイクの皆さんも注目ですよ。逆に言うとイケメンの皆さんもうかうか知らないってことはね。イケメンかける微妙な服 VS ブスかける高級服スタート。さあ、いよいよ二人のおしゃれが完成いたしました。両者どうぞ。おー、これはいや、普通に着こなしてるでしょ、これは。ちょっと被ってるよ。ちょっとジャンルが若干偏っておりますが、これはもろに素材の差が出るぞ。おしゃれはどっちって言われたらでも勝てる気がする。そうなんだ。服の元々のクオリティがね。ちなみにこちらは全身が7000円弱と島村で買ったエルフィアです。エルフィア。こちらはバーバリーが閉店していたので代わりに近くのコムサメンで買ったコーディネートですね。ちなみに全身は全身で4万7000円くらい。ドーン。これが9000円だからね。これ9000円すんの？これ9000円。え、マジで？ただの T シャツ。いや、5倍の値で負けたら恥ずかしいよ、ちょっと。めっちゃお祭り騒ぎ。なんだなんだなんだ、なにこれ。上に人がいるよ。すごい。危ない。あなたはぶつかんないから大丈夫。美味しい。あ、なんですかこれ。あら。いただきます。2ヶ月の闇つだよね。いただきます。ちょっと一つ質問があるんですけど、はい、この二人のどっちがおしゃれですか？色は今年カーディが流行りなので。おお、流行りを取り入れてると。二人ともスウェットだよね。丈が違うですね。丈が違う。あとダボチキ加減。結構細かいとこ見ますね、二人とも。ちゃんとした体験だ。お願いします。じゃあ、カレーに。おー、じゃあ私は、カレーだな。もう本当にコーツつけがたい。まあまあまあ、本当に僅差ですね。ありがとうございます。カレー、ここ酒買っていい？いいよ。個人的だ。あー、いっぱい。いっぺー、ご存知ですか？仲良し。仲良し。この前一緒に飲んだ。そうですよ。これ一緒に飲んだ。飲み仲間なの？慣れてるの？飲み仲間ですか？マジ100万人見ます。100万人ちゃんと言ってくれると思ったよ。綺麗なパンツ履いてないよ。どこ押さえてるの？やめなさいよ。うわー、洒落てやがる。あー、え？早酒買うの？さっそうと買ってやがる。あの辺とか行けない？あ、さっきの人たちじゃん。また会っちゃったよ。また取られる。あ、すげえ。慣れたでしょ、もう。顔とか見た目じゃなくて純粋にこの二人のどっちがオシャレかっていうのをポイントをつけてほしい。お姉さんたちオシャレなんで。これはできないんだよ。この前これ持ってくれたじゃん。どうだった？じゃあ、こっちのちっちゃい方がオシャレだと思う人？あ、3人よし。3人ということは、トータルが4対2。おしゃれな服着てねえから。結果的に、まあ、やっぱ服はこっちの方がおしゃれだったということで、今ちなみにこっちの方が票は多かったですけど、もう付き合うとしたら、そういうかっこよさ的にはどっちですか？付き合うって言うとやるってことだな。付き合うって言うとやるってことだな。そこまで言ってない。これまだ昼過ぎだよ。今日は寝起きだもん。パンツの話はいいんだよ。